ですね、ブズキっていうんですが、僕自身あんまり弾いたことがない感じでして、すごく好きな楽器の一つだけど、あまり弾く機会がないんだけど、最近ちょっとしばらくやってみようかなと思って、何曲かやってみたんで、まずは今日も明日もアルマジロという歌です。とっときのありずかに急ぐ
だってそんな生き物の最近驚いたのはですね、その南インドの方で寝台バスねできたんですよ。だからもう乗った途端に横になれるんだよね。でそのただし2人セットになっていて、僕なんかもそうなんだけど、その知らないおじさんと一緒に行くの寝るんだけどさ、そのいい人でよかったです本当に。たまたま面白いおじさんだったので、とんでもない人がたまにいるんですよ。そのしかもなんていうのかな、その文化もかなり違ってくるとですね、その とっても大変なことがたまにありますね。僕なんか思うけど、その飛行機なんかのね、もう十何時間なんだからもう寝ていきたいですね。ね、もうそんな5時間とかそんなのなら座っててもいいけど、もう全部みんなで寝ていけばいいんじゃないかなと。本当にその蜂の巣のようにね、なんて飛行機の胴体とすると蜂の巣のようにしといてね、みんなすごいこう入ってるんですね。すごくいい。だと大体この機体自体は丈夫なのね、その蜂の巣が中のこう出来上がって、中今だって風船みたいに膨らんでるだけのもんだからね。これすごい丈夫、まあ丈夫ったって上から落ちたら一緒なんだけど、まあとりあえず丈夫っていう、いいですね。そんな中途半端さがなんとも。大きな翼を持ってんだから、銃的にバーンとか受け身するとかね、できるといいですね。そのいろんな有効にその利用するっていう今あるものをね、その翼あるわけですから、ちょっといいと思います。